ゆかチャンネル。じゃあ久々の旅行ですね。はい、はい、じゃーん、今チェジュ空港に着きました。ここでご飯食べてソウルに向かいます。どうですか？なんか久々に飛行機に乗るんですから緊張します。なんかジュースはタダでくれるか、水だけだ。何をタダでくれるか、それを楽しみです。 I love チェジュ。恥ずかしい。かちゃん、久々に飛行機に乗るんですかね。妊婦なんて初めてですね。そうです。なんか今日おしゃれしたかったのに、はい、なんか結果これになりました。なんか結構田舎もんですね。なんか遺産に見えて自分が、はい、悲しいです。悲しいですか？大丈夫です。しょうがない。宇宙中が温かいことを祈って楽しんできます。はい。こういうとこだったね。田舎もんでこんなに長い高いとこは怖いっす。怖いっす。ご飯食べに来て、なんか今日は鶏肉が食べたくって、だからサムゲタンのお店に来ました。で、いつもうちらが行くサムゲタンのお店じゃなくて、なんか漢方系なのかな。食べてみようと思います。いっぱい歩いたね。いや、いや違うかな。なんか TikTok 撮ってきて今。そう、あのホテルからね、ミョンドンまで歩いただけなんだけど、すごい、あの田舎もんだからさ、うちらだからめっちゃ盛り上がって、わあこんなお店もある、あんなお店もあるって言ってたらもう 2,3 時間経ってる気がします。だからご飯食べて、あとショッピングしに行こうかなと思います。楽しそう。もう帰りたくない。いただきます。これが幸せ。このイカとコーラと美味しいやつ。味ついてる？うん、ついてる。肩がすごい。普通にはこの日は来た。やめなさい。こちらこそ。
まあ一応ここは私の縄張りですね。天狗山どうしたんですか、天狗山。なんかワンピース1個見てもう疲れましたからね。だから今からタイマッサージ行きます。腕の上、上から見たからいます。分かんない。帰りました。帰りましたって。私のホームタウンですね、ここ明洞。明洞で床を割って、私は明洞でお金貸せて、全部明洞からでした。私はだから明洞はね、好きだね。なんかめっちゃ変わったけど、そうそうそう、変わりすぎ、変わんの早いからもうしゃあないよね。そうだね。そうだから、この田舎者の服をね、変えようと思って今買い物してるんだけど、なかなかない、なかなかない。今買いました。行けたらぶっちゃにめっちゃ嬉しい。はい、皆さん今ホテルに戻ってきました。あとはね、今日はゆっくりお風呂に入って、あとちょっと編集できたらして、今日は寝ようと思います。そんな感じの1日目でした。明日また違うホテル行く予定なので、またそのホテルもまとめて動画にしようと思います。と、さっきこのね、YouTube 見てくださってる視聴者さんに声かけていただいて、めっちゃ可愛かった。ソウルに住んでる女性だったんですけど、皆さんももし私たちをどこかで見つけたらぜひ声かけてくださいね。はい。嬉しかったね。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターの方だったチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバイ。